OVA マクロスプラスに出てくる YF19 です。これは48分の1のモデルです。アイボリー塗装前に段落ちした部分の黒を先に拭きマスキングします。ランディングギア格納場所と溝にマスキングテープを貼り、アイボリーを拭きます。格納カバーは内側を先に白拭いてマスキングしてアイボリーを拭きます。基準調色したアイボリーに白混ぜて明るくしてグラデーションをつけます。パネル中央部分に拭きます。この辺まではバトロイドと同時進行できています。デカールを使わずシャインレッドを拭きます。一旦ハズレに拭いているのはダマが出ても影響がないようにです。格納場所を白で拭きます。コネクターはマスキングしています。頭部格納場所をガンメタで拭きます。コックピット周りはデコボコしているので黒はデカールではなく塗装にします。
左右の具合を合わせますが、黄色いテープとボディカラーで分かりにくいです。気に入らなかったのでやり直しです。逃亡軍マークが透けると困るので黒丸マスキングを追加します。デカールの逃亡軍マークの直径より若干小さい方が失敗しません。ここのルーバーとスラスターをマークソフター使ってデカールを貼るのは難しいです。頂点が中央に来るよう注意深く貼ります。
前側は分割ラインに揃えて、後ろは反対側と同じ位置になるように注意します。前側はモールドのラインに揃えてマスキングテープを貼り、後ろ側は翼端の筋彫りと台紙の頂点に合わせて貼ります。ちょっと大きかったので作り直しです。センターに穴が開いているので塞いでおきます。ちょっと大きいです。
腕につけるクリアレッドのパーツです。きれいに塗れました。ここも塗装です。概要欄に貼っておきますので、ここは72分の1バトロイドの制作動画を参考にマスキングしてください。失敗しています。黒が足らないところはマスキングして拭いて修正しています。マスキングしたところのエッジが立っているので、目の細かいスポンジヤスリで軽くこすります。マスキングテープを貼ります。出っ張りが大きいので、スティックヤスリで黒を削り落とします。パネルを交換して色が変わった感にするため、1枚分をマスキングしておきます。
縦のオレンジはデカールですが一色ではなくドットが印刷されていたので塗装にします。色味を揃えるためここも塗装にします。使用している材料や工具類、動画で説明していない製作段を概要欄に書いていますので、合わせてご覧ください。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。